はい、皆さんこんにちは。今日は画像合成のチュートリアルを紹介していきます。iPad で髪の毛の切り抜きの方法について今日はね解説していきたいと思います。でこれ切り抜いた後のものなんですけど、こんな感じで女の子の髪の毛のところですね、結構綺麗に切り抜かれてると思います。でこういうのですね、私も今まで Mac PC でポチポチって髪の毛選択しながらね作ってたんですけど、それが iPad で簡単にできるソフトがあるので、今日はねそれを紹介したいと思います。で今日紹介するのはアフィニティフォトっていうアプリになります。で今までアフィニティデザイナーっていうアプリは結構紹介してきてたんですけど、アフィニティフォトは今回初めてになります。でこのアプリどういうものかっていうと、本当に画像調整とか画像合成、色調調整とかがすごく優れてるアプリになります。で本当にこういうね切り抜きをしたい時とか、色を細かい色を微調整したい時とかはかなり使えるアプリなので、ちょっと値段高いです。2000円超えちゃうんですけど、よかったらダウンロードしてみてください。で今日はですね、このアプリのベーシックなところと、あと髪の毛を切り抜くツール、ここにフォーカスして紹介していきます。はい、じゃあアフィニティフォト立ち上げたら、右上のプラスボタン、ちっちゃいのがあるので、これを選択して始めていきます。で今回はこのプラスボタンの中からフォトから読み込むっていうのが左の項目にあるので、これを選択して、自分のカメラロールの中から写真を選んでいきます。で今回はさっきの女の人の絵ですね、この髪の毛がふわーってなってるやつを選択します。でこの髪の毛のところをズームしてみるとですね、こんな感じで細かい毛がすごいたくさんあって、まあ、これをどこまで選択できるかっていうところなんですけど、まずはですねちょっとアフィニティフォトのツールの使い方だけ紹介しておきます。左側にツールパネル、右側にプロパティパネルっていうのがあります。でツールパネルはブラシとか消しゴムとかですね。でプロパティパネルはレイヤーとか、あとは色調調整を選択する項目になります。で上にもですねもう一つバーがあるんですけど、これはですねモード切り替えのバーになります。で左から写真モード、選択モード、歪みモード、現像モード、トーンマップ、書き出しっていうモードになりますね。でこのモードを切り替えると、左右のツールパネルとプロパティパネルの項目がまた変わってきたりするんですけど、例えばこの髪の毛を選択したいってなったら、選択モードをアクティブにした状態でやっていく。で例えば現像したかったら現像モードに切り替えてやっていくっていう風な感じになるので、ちょっとここがね複雑でややこしい部分なんですけど、まあ、ここは慣れていってもらえればですね上手くなっていくので、今後もですねこのチュートリアルはどんどんやっていきたいと思うので、ぜひついてきてもらえればと思います。で今回は選択モードですね、左から2番目選択モードをアクティブにした状態で、左のツールバー上から3番目にセレクションツールっていうのがあります。でこれを使って髪の毛のところをですね切り抜いていきたいと思います。で下のパネルのところにブラシのサイズを変更できるところがあるので、ここでちょっと大きめのブラシに調整して、ざっくりでいいのでこの女の子のアウトラインをなぞっていきます。でなぞると点々点のね選択範囲が現れてると思うんですけど、本当にざっくりでいいです。髪の毛のところもざっくり。でざっくり選択範囲が作れたら、ここからですね髪の毛のところを微調整していきます。でここがですね今日一番大事なところなので、しっかり見ていただきたいんですけど、微調整するときはこの右下のですね調整ボタンを押します。でそうするとこんな感じで後ろがね赤になって、調整モードっていうのに入るんですけど、今ちょっとねこの後ろが赤だと赤で分かりにくいので、この下のプレビューのところですね、今オーバーレイになってるので、これを黒に変えてください。でその右側はですねマットで OK です。でその右側がブラシのサイズですね。あんまりちっちゃいとうまくいかないので、ブラシのサイズは髪の毛が覆いかぶさるぐらいの、ブラシサイズにしてください。これぐらいですね。でこの状態で髪の毛の上をなぞっていきます。でここ注目です、見てくださいね。そうするとこんな感じで、どうですか、すごくないですか。結構今綺麗に切り抜けたかなと思うんですけど、後ろの赤いのがなくなって、髪の毛の部分だけが残ってるような感じになりますね。ちょっと別のところも行ってみます。
そんな感じ。すごくないですか？私これね、気づいた時めちゃくちゃ感動したんですけど、こんな感じで適当になぞるだけで OK。背景が見えてるところを適当になぞっていくと、まあ自動的に多分 AI 機能か何かを使ってですね、その髪の毛のところだけを残してくれるんですね。こんな感じで。でですね、この要領で他のところの髪の毛全部なぞっていきたいと思います。で、こんな感じで選択範囲のところ完成です。で、完成したら下の適用ボタンっていうのを押してください。で、そうすると、選択した部分がですね、囲われたような状態になるんですけど、こっからマスクをかけていきます。で、マスクをかけるときは右上のプラスボタンの中からマスクレイヤーっていうのがあるので、これを押してください。で、そうすると、後ろのところの背景が消えて、選択された女の子の部分だけが残ったような形になります。で、そうするとね、このズームしてみると分かると思うんですけど、結構綺麗に消えてるかな？ちょっと残ってるところもあるんだけど、まあそれでもね、うん、合格点だと思います。で、もしですね、この髪の毛のところもうちょっと綺麗にしたいなって思ったら、このマスクのところをいじるとうまくいくんですけど、このマスクを選択した状態で、ブラシの黒色を取ってなぞるとですね、その部分が消えます。こんな感じで。で、マスクはですね、黒色でなぞると、非表示になって、白色でブラシで描くと表示になります。消えていたところがもう一度現れたような感じになるので、これを使ってですね、このいらないところだったりとか、もうちょっと欲しいなっていうところを付け足したりとかっていう微調整をやっていってください。で、こんな感じで切り抜きが完成したので、新しい背景をですね、後ろに置く背景を追加していきます。写真アプリをスライドオーバーで右側に今立ち上げてるんですけど、この状態で自分のカメラロールの中から好きな画像を選択してください。で、その状態でドラッグ&ドロップでアフィニティフォトの方に入れ込むことができます。で、サイズ調整もできますね。で、回転とかもできるので、自分の好きな位置に配置して、で、この状態でレイヤーをですね、一番下に持っていきます。そうすると女の子が一番上、鼻が下になるような感じですね。で、あとはですね、下にテキストを入れて、ちょっとフライヤーっぽい感じにして終わりたいと思います。左下に、A っていうボタンがあるんですけど、これがテキストレイヤーです。これを選択して画面ポチってすると、マウスカーソルが出てくるので、ここでタイピングしてください。で、タイピングの上のところにですね、フォントだったりとか、あと、サイズとかカーニングとかね、いろいろあるので、ここは自分で好きなものに変えてください。で、一応この右のプロパティパネルのところにもテキストをいじる項目がありますね。A っていうところかな。A っていうボタンを押すと、ここでボールドにしたりとか、カーニングとか、行間揃えとか、いろいろできるので、結構細かいところまでできます。ここはちょっといじってやってみてください。はい、じゃあこんな感じで完成になります。後ろの背景のところとかね、ちょっとぼかしてあげるといい感じに馴染んでくれるので試してみてください。で、髪の毛のところね、いい感じに切り抜けたんじゃないかなと思います。iPad でもね、これぐらいできるので、デザイナーの皆さん、iPad ではデザインできないって諦めずにちょっとチャレンジしてほしいなって思いますね。で、今日のデザインデータはですね、iPad Mate の方に投稿しておくので、iPad Mate の人はですね、ぜひそれダウンロードしてもらって、あと限定チュートリアルもたくさん流してるので、iPad Mate 興味ある人、もっと iPad を極めたい人はですね、ぜひ概要欄のリンクを見てもらえると嬉しいです。はい、ということで、今日は以上にしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。バイバーイ。